ソ女王がね来ました。このクソ女王が来ました。クソ女王何男性はモノクロで見るって。なんかあるやん、なんかウィーンって沿ってさ、ウィーンって沿ってさ、なんてかな、うん、まあはい、わかるやろ。雲ですね、雲。近所のおばはんが雲の先生。あるある、あるある、言いたい、あるある、言いたい。近所のおばさんがクモの先生。クモ。シーン。RG。そうそう。そう。RG です。レーザーラモン。レーザーラモンだっけ？ RG 結構長く生きてるよね。あんた近くにいる OK。 ちょっとさ、まあなんか夜調子いいっすね。なんやかんやと、なんやかんやと調子いいよね。通電まで行けれないっていう状況が少ないです。なぜか分かりますか？俺が干渉してる率が大きいからです。まあそれもまあ仲間が作り出せてる状況のおかげか。さすがにだよね。それも仲間のおかげか。袋事前にあげてほしいです。バード君、おせっかい袋でもいいです。文句言われたら旦那様は責任取ります、取るって言いましたって言ったらいいです。はい、存在感マックスになった後にもう袋あげても意味ないので。そしたら俺、はぁ知らねえって言うからね。はい、旦那様言ったじゃないですか。いや知らねえし、嘘はやめてもらいます。あ、これはもう袋絶対あげてもいいわ。もうここまでチェスしたら、あげちゃダメだよ。これは俺、あげろって言ったんやかんね。あげろって言ったんやかんね。お前勝手にあげんなよ。ほら、もう空軍おったんやろ。勝手にあげんなよ。あ、みんな、なんと、ニョニョルでした。ねげえプタってどういう意味だっけ、みんな。みんな。ネゲエプタの意味、ネゲエプタ。でてててれてで、雲監視者ってのはもうやばい。もうこの環境ってのはやばい環境です。ご存知の通り皆さん、もうやばいです。やばい環境でございます。はい。トゥルトゥ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 。さて、真ん中行ってニョニョロ置きたくなるんだよね、あいつ多分。そう、その時にこれをはいやると。はい、俺は小屋行くと。バート君、新規一台よろしく。工場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 。ニョニョル出さなくなりました、皆さん。後半戦に備えてます。雲がニョニョル出さなくなりました。瞬間移動に変える予定です。バート君離れて、バート君離れて、離れて。空軍はないから、空軍はないから、空軍はないから、バート君離れて、空軍はないから、空軍はないから、大丈夫、離れて。離れ離れになっても、友達インコ。もう瞬間移動しようとしてる。はい、面白くないです。白黒と一緒です。みんな白黒と一緒です。この人面白くないです。お願いします、助けてください。面白くない、もう気持ち悪いよ。本当に面白い、このゲーム。どうかしてるぜ。どうかしてるぜ。このゲームどうかしてるぜ。
あー終わりました。はい、不軍中撃ってあげんとダメですよ。にょりにょり、もう面白くないよね。あの、こっちのミスありきなんだよ、これって。だってさ、炭鉱ね、回復されたいのに、もう出ちゃってさ。彼らどこ行ったかわかんないんだけど、空軍定期分ちょうだい。せめて。もうこれ、もうこれは、もうやめてくれよ、もう雲を堪忍してえな、お願いだよ、諦めて雲、もうこれ以上罪を犯さないで雲。いやー、これさ、俺すでに食らってるからさ、クソがったりんだよね。もう俺が折れてあげるよ。これは俺が折れてあげたんすよ。これ俺タックル必要ないもん。だって俺が折れてあげたの。これはわかる。クソだるいよこいつ。あのね、e スポーツ精神ってのがもうゼロです。はい、俺が折れてあげた。はい、もうこれはもう全脇だよ、これ会場で。もう俺が称賛される風潮になるよこれは。クソかったりよ、あげるな。あいつはあいつはもうあのニョイニョルも溜まってさ、瞬間移動とかに切り替えられるから、あのこっち不利だよ。こっちはこっちはね、あの道具溜まらないから。はい、バード君来たぞ。あ、バードク狙いに行った。おもんないよな。あんだけ駆け引きして直した空軍をあのね、雲の巣にするわけでもなく、で結局空軍を追うのをやめるなら、お前やめなよもう。お前やめなよもう、ほんまに。こんなことやるの恥ずくない？なんか俺普通に恥ずかしいと思うよ俺。あそこに隠れて見よるよ。そう、あのコンテナのとこにおるで見よんよ。こっちの視界では見えないんだけど、あいつを見てる。ちょっとさ、本当に見てる動画ちょっとこれ録画してみようぜ。これ録画してあいつがどういう視点でやってるか見てみようぜ。潔くないよこいつがやってるの。これよ。あ、降参、オッケー。皆さん、どうも。ハンター歴3000万年、ウントゥル、ウントゥル、エルです。デスノートのコラボ、そろそろ来ますよね。そこで、ヤガミライトに宿題を、はい、見ていきます。よろしくお願いします。二人で今ここでない、じゅんぐりじゅんぐりなんかやっております。お、食べるか。はい、蜘蛛の糸、ね、まあ、雲糸町ですね。はい、お
通電できると思ってるんでね、はい、ここがまあちょっと気持ち悪いよね、もう素直になんか。で、ここ釣らないんですよね、オフェンスがたっすぐタックル来ると思って、来るわけないじゃん、そんな速いところで、反応しきれないよ、あのオフェンスでも。何がしたいか一切わかんない、俺は。何を考えても、あの眉にしたいんかな、うん、眉にしたいのか、何がしたいか一切わかんないな、眉待ってんかな、ちょっとさすがにもうここまでやるとさ、釣ってくれないかなって思うんですけど、オフェンスあそこ、あの角っこ面白いね。はい、で空軍がね、はい、立ち上がりますと。で空軍も待ちくたびれるんか、多分こいつは通常攻撃、多分攻撃しないんで、で空軍も待ちくたびれたよね、ほら解読集中してって。でもバードコは解読しない、はい、かたくなに解読しない。で空軍も解読しろってね思ってると。でやっと今解読しました、空軍左右、あ板加速か、空軍はチェスうまかったな、はい、これ糸だ、当たりません、当たったところでね別に何の恐怖もないからな。でここで瞬間移動と、はい、で行ったらオフェンスと、はい、で見たらバード君がおると、バード君も後ろをしっかり見ると、一切すぐ当たらないと。あいつうまいんだな、あいつうめえよ、ほらもう死ぬよ、おお、ああ引っかかっちゃった、そんなにうまくなかったけん、そんなにうまくなかったけん、後ろ見すぎて前引っかかる、よくあるやつ。さあここで、さあ雲は見るか、果たしてオフェンスはずっとここにいますね。あ見たら視点調整した、視点調整した、見た、視点調整したよ今、視点ちょっと調整してる、視点調整してた、見えるように調整する。あで、でここでここでこれ挑戦してる。見てたっけん、はい、俺の予測当たりました、見てましたこの人、はい、見てました、俺も旦那さん見てました。こいつは見えるから、こいつは見えるから、見てる、あ見てる見てる、あ画面をちょっと調節して見てる、あ雲を見てる、みんな俺のダンス見てる。バード君飛んだかな、この人降参ですね、はい。